この建物とかこういうことを誰もが想像できても実現するのって本当に運命だと思うし、死ぬ前に着たことのない服を着るみたいな、着せてみるみたいな感じかな。意外と似合うかもしれないですね。その国によってそのアートをどこまで許すのか、どこまで閉じ込めるのかっていうのは結構違うんですよ。いや違うな、同じカードが4枚揃うと革命が起きて一番弱いものが強くなる。アーティストが70人も揃っちゃったから大体革命かな的な。未来に新しい光源ができた時にどんな色が見れるのかなっていうのが楽しみです。そのこう混じり合ってるような中のこの間の隙間に絶対なんかこうパラダイスみたいなのがあると思ってて